皆さんこんにちは。レック専任講師の佐々木ひろみです。本日は、ね、過去の一発合格者の体験談をもとにですね、ちょっと私からいろいろコメントを入れながら過去の一発合格者の合格体験記、こちらを見ていこうかなと思いますが、でこういったですね、レックの方では一発合格の秘訣と過去の一発合格者の体験談、これを冊子にしております。ぜひお持ちでない方は資料請求なり、していただきたいなと。レックのサイトから資料請求できますので、していただきたいなと思うんですが、でまずこの中でですね、2017年の司法書士試験一発合格者 HT さんという方のお話で、ちょっと全部は読む時間あれですから抜粋して、見ていこうかなと思いますが、でこの方はね、もともと何か法律学習経験、といたしまして法学部でもなかった。そしてまたそもそも司法書士ってどういう資格なのか あんまよく分かってなかったというところから始めたと。司法書士って何って始め、から始めた司法書試験とありますが、でこの方ね、司法書士を受けようと思ったのはまず転職したかったからですと。転職してやがては独立もできるような仕事をしたいなとざっくり考えていましたとおっしゃっておりますが、で割とね、司法書士の勉強を始めるときに独立、これを言われる方は結構多いです。ただ司法書士って独立開業だけの資格ではないんですけれども、ただ自分の将来の選択肢を広げたいということから、一度社会に勤めて、会社に勤めたけれども、何か、将来、どうぶれて、どう転んでもいいなという手に職をつけておきたいというところ、もしくは変な話、もう会社辞めたいから資格取ろうという方もいらっしゃったりするぐらいですですね。なかなかね、司法書士なんか登記の人でしょということぐらいはご存知の方も多いんですが、この方も、そもそも登記の人ということもいまいちよくご存知なかったというところから始められる方もいれます。で始めるときにそんなに立派な決意がなきゃいけないかというと、そうでもないと思います。で私なんかもですね、宅建のステップアップから始めた口なんですけれども、その時に宅建のステップアップとして何かしようかなと片っ端からいろんな資格考えてみたんですけれども、最初は、行政書士、これを考えておりました。で、ただじゃあ宅建のステップアップとして行政書士を取って、じゃあ宅建と行政書士で、何かじゃあ転職の武器になるかな、将来独立とかできるのかなっていうふうに考えた時に、ちょっと私には、独立はそれでは難しいかもしれないなということを考えまして、誰でも一生身を立てることができる資格という観点で考えると、やっぱり難関系の資格になってしまうんですね。そういったところから、そういった理由、ある意味消去法、そしてまた、他の人からですね、司法書士ぐらい取ったらかっこいいんじゃない、やってみればと、いよいよできるよというところから、気軽に始めてしまったと。始めてみた後、司法書士って結構大変なんじゃんということを知ってしまったという状況ではあったんですが、そんな私でも、合格できたというところではありますので、割と意外に社会の役に立ちたいという崇高な目標を立ててチャレンジされる方もいらっしゃいますが、意外に気軽に、チャレンジされる方っていうのは近年多いように見受けます。でさらにこの方、新中5ヶ月合格コース、これをご受講されたという方なんですが、でここでインプットとアウトプットがきちんと入っていて、働きながらのスケジュールとして良いペースで受講ができると思います。司法書士試験ってやることがいっぱいあります。範囲が広すぎて何をどのタイミングでやれば良いのか、結構迷ってしまいそうになるんですけれども、もうカリキュラム通り進めるしかないですとこういうところ、この方もおっしゃってます。で、特にこういった、パッケージの講座利用のメリットといたしましては、もうそのペースに乗っかってしまうというところが一つメリット。勉強に対する強制力が働くと、特にこういった資格試験って義務でやるものではないので、ある程度ペース管理ができないと、途中でだらだらずるずるとなってしまって、合格年度、例えば2020年に設定したはずが、次第に2021年になって2022年になって、どうしようと、やる気もシュルシュルと
いうことになってしまいがちなんですが、ただある程度こういった講座、まあ、生クラスであれば通わなきゃいけない、そしてまた通信であったとしても、もう配信スケジュールっていうのがあらかじめ決まっておりますので、そこのスケジュールに乗っかっていくことによって嫌がおうでもやらざるを得ないというところがあります。そしてまた、我々講師陣、まあ、受験指導のプロでもありますので、講義の中ではいつ何をやってくださいというところを、結構具体的に言っていきます。これについてはこのぐらいまでに卒業してください、そしてこのテキストは、ここまでに仕上げてください、このあたり、今このあたりはこれでやってくださいね、今最優先すべきはこれですよと、時々ちょいちょい迷子にならないように、そこを確認しながら講義の中で、言及していきますので、私のクラスなんかではそういったところスケジュール管理できるような、やることリスト的なものを、提供したりもいたします。で、ぜひですね、そういったものなんかを利用していただいて、大人の勉強だからこそある程度自己管理も必要ですが、ただ自分一人の管理ってなかなか難しいと思います。ですからこの方のおっしゃるように、もうとにかくカリキュラム通り進めるしかないと、その波に乗っかっていただきたいなと思います。でさらにですね、勉強場所なんですが、でこの方は実習室をよくご利用されたらしいですね。実習室をよく利用していました。自宅だとどうしても集中できないことが多かったからですと。まあね、自宅にはいっぱい誘惑がありますよ。テレビもあればパソコンもある、ね、いろいろネットサーフィンとかしてるとあっという間に1時間とか経ってしまいますね。そしてまた何より布団ベッドもあると、眠くなったら、ちょっと寝たつもりが気がついたら朝になってしまうというね、私も受験時代結構経験ありましたけれども、そのような自宅だと、まあ、誘惑が多い。ただ自習室だとかを利用すると、他の人が一生懸命勉強されているので自分も勉強せざるを得ない、自分をそこに置くことで無理やりにでも勉強に集中できましたとおっしゃっております。で、特にですね、地方にお住まいの方で、近くにレックがないという方は、実習室のご利用は難しいかもしれませんが、ぜひですね、近くの図書館だとか、大学が近くに大学があって、地域の方に実習室図書館だけ開放されているような場所があるかもしれません。地域のなんとかセンターみたいなところで、勉強場所ができるところがないかどうか、ちょっと探してみることをお勧めします。そしてまた、意外にいらっしゃるのが、例えばね、カフェだとかで、勉強するというところも意外に集中できるよという方もいらっしゃったりいたしますので、いくつか勉強場所を持っておくというのもいいんじゃないかなと、結構ルーティンにならずに、気分転換にもなると思いますので、勉強場所、自宅以外の勉強場所、これを持っておくというのも一つおすすめです。でさらに、まあ、講座を受けて、こういったパッケージ講座にはですね、当練というものがあります。この当練というのは答案練習会と、まあ、要はテストですね。テストがくっついております。で、当練の良かった点、学習への役立て方とありますが、この方当練はあまり成績を気にせず、こんな感じの問題が出るんだなって気持ちで受けていましたと言いたいところですが、本当は成績はすごく気にして落ち込んでいましたと、最初の方は全く合格圏内に入らず、もう今年は無理なんだと思いました。心が折れそうになりましたが、毎回復習をしっかりすることにより、少しずつ成績が上がっていき、やる気も上がっていきましたとおっしゃっています。で、実際私のクラスの出身の方もこういった方多いです。で、一発合格される方にはね、2つパターンがあって、最初からぶっちぎりで成績が良い方と、で、ただそういった方はごくわずかでですね、圧倒的に多くの一発合格者の方っていうのは、成績が徐々に伸びていくというパターンの方が多いんですね。でこの徐々に伸びていく、最後の1ヶ月で急カーブを上げて伸びるという方もいれば、じわじわと、この方じわじわと上がっていったという方も状況のようですけれども、でなので、まあ点数を気にしすぎてへこみまくっているとやっぱり集中力も切れてしまうと、ネガティブな感情に押しつぶされてしまいそうになると思います。ってことでですね、まず私もよく言うのが、点数よりも中身に目を向けろと。で、その点数、例えば司法書試験の勉強ってですね、五子択一、5つの中から選ぶと、組み合わせの問題もあったりも多かったりするんですけれども、そうすると5つの設問の中で
5つ全部正誤判断ができなくても正解できてしまう問題も結構あるんですよ。で、最後の2つよく分かんなかったけど3つの中から選択で絞り込んでったよって正解はできたけれども、よく分かんなかった2つこれがあるんだったら、その問題っていうのはまだまだ要復習という問題ですし、逆に、ね、5つのうち4つまでは分かったけれども最後、ね、その4つのうち1個2個でちょっと迷ってしまって落としてしまったという問題だと、逆にいいね、あと1個もう1個ちゃんと確実に取り込めれば確実に5つの正解これを身につけることができるので、ですから正解の、問題数、正解数よりも、ね、中身1個1個に目を向けろと、そこで、曖昧なものはどれかで、それをしっかり引っ張り上げる方を意識してくださいということをよく申し上げます。まずね、あくまでも答練答案練習会だとか公開模試っていうのは練習の場、そして解いて覚えるためのそういった場なので、ね、点数を気にしなければならないのは本番だけです。そういったところで、まあ、点数に一喜一憂しすぎない方が逆に、ね、一発合格、ね、穏やかに向かっていけるのではないかなと思います。で最後にこの方がですね、目指す方へのアドバイスというところで、司法書士試験は決して受からない試験ではないと思います。しかし思う以上に辛い試験でもあると思います。で、それぞれ、本当に辛いと、ね、これは心からのお願いです。たまに休んでくださいと心からのお願いされておりますが、特にこういった面はあろうかと思います。でおそらくですね、今これから始めようかなと思ってらっしゃる方の中にはですね、なんか大変そうだなという意識はあるかもしれませんが、おそらく始めてみると思った以上に大変な日々っていうのはあると思います。ただ乗り越えられない壁ではないと思います。で、実際私も法律学習経験ない状態で、そして、まあ、特に大学法学とか出てるわけじゃないんですね。私の最終学歴短大活性化卒なんですが、そういった私でも働きながら合格をすることはできました。で、普通にニュースだとかがなんとなく言ってることがざっくりわかるレベルの方であればですね、司法書士試験、ついていけます。で、ただそこに向けて自分をその環境にしっかり追い込むこと、そして何が何でも一発で受かるぞという決意、これを持っていただけること、これが一発合格の秘訣と言えるのではないかなと思います。ってことで、ぜひ皆さんも、ね、この方の、ね、たまには休んでくださいというアドバイスを本当に、ね、時々頑張ってる自分のご褒美、といたしまして、休んでみることもお勧めいたします。